あれは…おっと…ラクシリー…おお、一緒に遊ばねえか。ちょっとぐらい付き合えよ。そこのあんた何しに来た。この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか。あんたまた登場会の若い衆か。
いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら立花不動産に何の用だ。あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか。違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと。そうでしょう、小田さん。どうも。誰かと思えばスナック生瀬のお兄さんか。あんた片木の人間とか言ってなかったか。なかなか信じてもらえねえが、今は仇だ。前は堂島組にいたかな。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる。あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた名前は？桐生だ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。え、それじゃ。社長は何つってた。うちのことを深く知りたいなら昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、分かった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か。ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、うちの社長が言うにはここらは神室町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。ハクアビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナック生瀬の店長を見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人を追い出してんだから。因果応報ってやつだよ。
ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね。偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな。大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ。うちの社長に会いに行くのか。ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。
ねえんだよ。邪魔だ。の動き人間技じゃねえよ。いやごちそうさまです。いらっしゃいませ。いい味だ。ありがとうございました。何？
何？おい、お前！切れちまえ。
偉そうにしてんじゃねえよ。に遊ばない？少し付き合ってよ。あれよくない？ねえお兄さん。やだ部長ったら。本当に？おい。
ああ。何？
何？ああ。
ああ、いえ、
そうだな。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いい味だ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。俺は橘から呼ばれてきたんだ。お前ら橘不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか。何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだろう、小田が。おれ回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか。さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしねえ。だが呼ばれた先で門前払いとはコケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どけ。お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがって。どうなっても知らねえぞ。Yeah!
お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立場の社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。カムロ町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。嘘だろ。この俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ。信じらんねえ。織田、納得しましたか、織田さん。ええ、俺の負けですよ、社長。どうなってる。あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか。ええ、織田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには
彼の了解を取る必要がありました。そうかよ、俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこの神室町という町を何と見ますか？神室町？さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする東条会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東条会の極道たちに吸い上げられる。何が言いてんだ？東条会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東条会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れて神室町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体？桐生さんがご存知かどうか、東条会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東条会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東条会の内通者ってことか。誰なんだそいつは？あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東条会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと？おやっさんが？あなたは堂島組の若頭補佐、久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが？我々は殻の一壺をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですが、それを承知であなたが我々と手を結ぶことを、他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、
の人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久瀬があなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらおやすさんでもそんなことまで分かるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東城会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが殻の一粒を手に入れる目的はおそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやすさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか桐生さん。立花、あんたがおやすさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやすさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだおやすさんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかったってことか。だがあの人が俺に何かを望むなら俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやすさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします桐生さん。